コピー紙に直接プリントをしてコスモスの花を作りましょう。説明欄のリンクから葉と花びらの画像をダウンロードしてください。まず葉をプリントしたら折り目に従って4つに折ります。ホッチキスで留めて一つずつに切り離していきます。このホッチキスで留めているところを最後に切ります。緑色でプリントした葉の縁の部分をハサミで丁寧に切っていきます。葉の先の部分は細い方から根元に向かって切りましょう。無理に引っ張ると破れることがあるので気をつけてください。最後にホッチキスの部分を切り落とすと葉っぱが4枚できています。次に花びらを作ります。プリントアウトしたら余白を切り取って真ん中で2つに切っておきます。これを印刷が見えるように2つに折って、次は花びらが隠れるように2つに折ります。そして両側を折り返すとこんな風に3枚の花びらが見えます。この花びらと花びらの間をホッチキスで留めます。花びらの先のギザギザから切っていきます。白い線を残さないように切ってください。ギザギザが切れたら今度は外回りの線を切っていきます。一番端の花びらから切ってください。これも白い線を残さないように切ります。これで4枚重なっていますので花が1つできます。あとの2つも同じように切ります。これでコスモスの花3つ分です。ティッシュのような柔らかいものを引いて、花びらに筋を入れましょう。色鉛筆で真ん中、その両端と軽くなぞります。こうすると立体感が出ます。柔らかいものなら何でもいいですが、冷却シートか湿布のようなものを机に貼り付けると作業中にずれることがありません。効率よく筋を入れることができます。花びらは横に置いても縦に置いても構いません。自分のやりやすい方法で筋を入れてください。冷却シートは乾くまで繰り返し何度でも使えます。ビニールをつけて置いておきましょう。花の真ん中に貼る黄色のシールを用意します。直径1センチ5ミリの丸シールを黄色のマジックで塗ります。こうすると好きな色のシールを好きな枚数だけ作ることができます。花びらを組み合わせていきます。真ん中に糊をつけて十字になるように貼ります。これと同じものをもう一つ作ります。この二つを斜めになるように組み合わせると花の形になります。先ほどのシールを真ん中に貼って、裏に葉っぱを貼ります。
葉っぱは花びらと花びらの間に貼ります。3枚ぐらい貼るといいでしょう。同じ色の花が3つできます。3種類1枚ずつプリントアウトすると18個の花ができます。ランダムに貼ったり並べて貼ったりして飾り方を工夫してみてください。